中村家の快適岡山生活始まるよ。もうすぐ8月、岡山桃太郎祭りがあるよ。うらちゃん楽しみ。あと岡山城では夏祭りがあるらしいよ。家族でも楽しめるかな。いろいろあるみたい。グルメ、ダンス、ライトアップ。いいね、調べてくるね。岡山桃太郎祭りのイベントとして宇城夏祭りと第29回うらちゃが開催されます。8月3日4日に開催される宇城夏祭りの魅力を教えてください。開催時間は2日間とも18時から21時30分、岡山城一帯で楽しめる夏の夜のお祭りとなっています。具体的には例えば岡山戦国武将隊や忍者などと触れ合えるパフォーマンス。かっこいいですね。一緒に写真も撮れますか？もちろん。また今回は夏らしく金魚をモチーフにした演出をご用意しています。お城の中段エリアには大型オブジェやランタンゲートを設置、スモークやシャボン玉の演出で金魚と一緒に泳いでいるような気分が味わえます。この幻想的な空間で写真を撮ったら映えそうですね。ステージではダンスや音楽のショーを開催、岡山の人気グルメやビール、スイーツなどの屋台も多数出店予定です。また氷の彫刻パフォーマンスを行います。見た目も涼しそうでいいですね。さらに内輪や提灯に絵付けをするワークショップもお楽しみいただけます。期間中は夏の宇城桃源郷も開催しています。続いて第29回うらじゃについて。うらじゃは鬼のメイクの踊り子でおなじみ岡山の夏の風物詩です。今年は8月17、18の2日間、スタイルをテーマに開催。昨年オープンした岡山芸術創造劇場晴れ縄など5つの会場で演舞を行います。またパレードは表町商店街と市役所筋で開催。18日夜のフィナーレを飾る総踊りは誰でも参加して一緒に踊ることができます。盛り上がって楽しそうですね。子どもも一緒に参加できますか？今回新たに子どもゾーンも設置予定ですので、ぜひ親子でご参加ください。また裏ジャメイクができるブースや駅近広場には映えスポットも設置します。なんだか本格的に裏ジャを踊ってみたくなりました。踊り連に入っていなくても裏ジャが踊れる当日参加型踊り連裏ジャ魂もあります。当日集まったメンバーで練習して演舞場やパレードでの演舞に参加してみませんか？詳しくは運営委員会事務局まで。水分補給など熱中症対策を万全にしてご来場ください。子供と一緒に宇城夏祭り行ってみようかな。グルメも楽しみたいし、裏ジャメイクして総踊り参加しちゃおうかな、うん、岡山市の夏はイベントが盛りだくさん。みんなで熱い思い出を残そう。